ギアズ・オブ・ウォーにはエピック・ゲームズが開発しマイクロソフトから発売された XBOX360 用のアクションアドベンチャーゲームである。前作ギアズ・オブ・ウォーと違い XBOX360 版のみとなっている。日本語版のキャッチコピーはあがけ、生きろ。エピック・ゲームズを呼び XBOX360 における大ヒット作となったギアズ・オブ・ウォーの続編。 今作は、アンリアルエンジン3の発展型である、アンリアルエンジン3.5をグラフィックエンジンに使用。描画の表現力が向上し、前作では一度20体前後しか登場させられなかったキャラクターも、今作では数十体まで画面に出すことが可能となり、大群入り乱れる戦場を表現することが可能となっている。本ソフトは2008年11月7日に、 北米、ヨーロッパ、アジアにて同時発売された。日本版は2009年7月30日に海外で DLC として発売されたマルチプレイヤー用マップパック3種と新チャプター、ネクサスへの道を同梱した拡張ディスクオールフロンツコレクションを1枚のゲームディスクに収録して発売された。また、オンラインでのマッチングは日本国内に限定される仕様。 コンピュータグラフィックス業界の会議である、ハイ、パフォーマンスグラフィックス2009において、エピックゲームズの創業者、CEO であるティム・スウィーニーが、明らかにしたところでは、開発予算1200万ドル、プログラマ15名、アーティスト45名という小規模チームによる、開発であることが、明らかにされた。ファイナルファンタジーシリーズのゲームデザイナーとして知られる、坂口博信は、 高い品質での日本語を吹き替え、ローカライズが施されているが、マーケティングに力が入れられておらず、国内では誰もギアーズのことを知らないと述べている。しかしながら、海外での発売に合わせて輸入された本作は、あっという間に売り切れたという。秋葉原の遊びットゲームシティでは100人以上の行列となり、本作のためだけにレジ2箇所を割くという状況だった。 前作の記事も参照のこと。前作よりも総じて大規模化しており、2から4人だった主人公の部隊の人数も最大5人に増えた。ただし、協力プレイで操作可能なのは前作同様2人までで、残りは AI の操作となる。1ステージに出現する敵の数も増えており、また、敵の種類、武器の種類も大幅に追加され、大規模化。 バリエーションの多彩化が行われた。その一方で、前作の特徴だった、少人数同士ながらも広く複雑な地形を生かした、側面攻撃や格乱ができる、入り組んだ戦闘が可能なステージは減少し、本作は大人数で派手な反面、正面からの打ち合いしかできないステージが多い。開発者も後に認めた問題点であり、続編の3では改善されている。 他の大きな変更点としては、本作は仕掛けられた罠をカバーアクションやローディーランや銃撃などを駆使して切り抜けるパズルの場面が大幅に増えている。乗り物に乗っての戦闘も増えており、通常戦闘以外のステージの割合がかなり多い。ストーリーモードの協力プレイは、前作同様2人までだが、新モードである報道では、最大5人での協力プレイが楽しめる。 また対戦は1チームの人数が4人から5人に変更されておりストーリー同様規模を大きくする方向に改定された。また前作の対戦モードで開発者が問題視したショットガンを駆使する近接戦闘の対策も講じられた。本作においては全体的に近接戦闘がやりづらくなるように調整されている。 前述のローディーランのストッピングパワーはその一つである。前作同様、ローカストのキャラクターも対戦時はコグと同程度の慎重になる。本作より登場した最大5人までプレイ可能な協力モード。人類側のキャラクターを使用し、徐々に強力になっていくローカストの集団を全滅させることが目的。最大50ラウンドまで死亡すると、 そのラウンドは復活することができない。敵の出現パターンは10ラウンドごとに固定されており、10ラウンドごとに敵の体力、命中率、ダメージなどが増えていく。コンティニュー自体は無制限であり、諦めなければ何度でも同じラウンドを再挑戦できる。指定からの侵略者、ローカストの襲撃に対し、統一連合政府軍は、殲滅兵器、 ライトマス爆弾を地底放ち、ようやく敵へ一死報いることに成功する。しかし、人類が削り取ったローカストの勢力は、氷山の一角に過ぎず、ローカストの進軍はいよいよ古具の本拠地である、ハシント高原にまで迫っていた。ローカストは、高原の地下に巨大な空洞を作って、町ごと地底に落とすという大規模な作戦を始める。 ハシントのすべてを地底埋没させるわけにいかない。コグ軍は、騎士改正の策として、大量の兵士を地底へ直接突入させることでこれを叩く、地底の嵐作戦を可決。送り込まれる兵士の中には、歴戦の英雄である、マーカス・フェニックス率いるデルタ部隊も含まれていた。ライトマス爆撃から半年、落ち葉の舞う冬の初めに、人類の存亡をかけた。 総力戦が始まる。前作の記事も参照のこと。ここでは主に本作で追加されたり、新たに判明した用語や設定を解説する、方向パッドに登録される武器をカテゴリーで区分。各武器の詳細は、工術を参照。前作では、武器の弾は画面中央のカメラから発射されており、敵が操作キャラの後ろにいても攻撃が当たることがあったが、 今作では武器の弾はすべて武器から発射されるためそのようなことはない。方向パッド左右に同じ武器を割り当てられない点は前作と同じ。ハンドガン系武器にはズーム機能があり、スナップピストルとボル、トックピストルにはヘッドショットによる即死効果がついている。すべてのグレネード系武器は B ボタンで敵や壁、床などのオブジェクトへの設置が可能。 設置後は、感知式となり、敵の接近に合わせて起爆する。また、マルチプレイヤー時はグレネードを所持した状態で、ダウンした場合、RT ボタンを押すことで自爆することができる。本作のオリジナルバージョンにはいくつかのダウンロードコンテンツが存在し、その多くは、マルチプレイヤーモード用のマップおよび通常と外観の異なる特別な武器である。武器の DLC は、 性能自体は通常のものと全く同じであり、あくまで飾りの範疇に止まっている。また、ストーリーモードの追加ステージとなる DLC も一つだけ存在する。特別な武器を除いた各 DLC は日本版において最初からすべてのゲームディスクに収録されている。本作において唯一となるストーリーモードの追加ステージ DLC で日本版では タイトル画面から選択することで購入直後からプレイ可能である。現代はロードツールインズ。国外では発売から9ヶ月後の2009年7月にマルチプレイヤー用マップも付属して配信された。ゲーム内容としては本編にはない隠密行動が可能になっている点が大きな特徴であるが正面戦闘もまた可能となっている。もとは アクト4-1チャプターとなるはずだった本章が製品版で削除された原因は店舗の問題や地下の場面が長くなりすぎること、そして正体がバレていない時のローカストの自然な雑談や行動を考案するのが困難だったことであるとされる。本作の BGM は映画テキサスチェーンソーやトランスフォーマーリベンジ等で知られるスティーブ・ジャブロンスキーが担当した。 オーケストラをはじめ、ジャブロンスキー音楽らしく、合唱曲も取り入れられている。アメリカでは CD が発売されており、日本でも輸入品が入手できる。携帯公式サイトでは、作品概要のほか、待ち受け画面や着信ボイスが配信されている。着信ボイス4種類のうち2種は、マーカスのセリフで、戦場、での鉄則は、カバン愛の地だや、チェーン。 そうでお仕置きだぞと重要かつユーモアを含んだもの。残りは、マリアとローカストドローンのセリフである。また、フジテレビ制作の刑事ドラマ、ボスの、ファーストシーズンラストケース、セカンドシーズンケース8の各一部シーンにて、本作の BGM が使用された。ありがとうございます。